はい、どうも皆さんこんにちは、チョコンです。今回なんですけど、低弾道パス徹底解説していきたいと思います。はい、今回なんですけど、これはね、ミスターで活動してるメンバーの池ちゃんのリクエストなんですけど、低弾道パスちょっとやってほしいなって言われたんで、今回は低弾道パスを徹底解説していきたいと思います。はい、では早速ね、やっていきましょうか。じゃやっていこう。はい、ということでいかがだったでしょうか。低弾道パスはね、結構ありとあらゆるところで使えますので、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで、またね。